ガルリ・カスパロフ、ガルリ・キーモビチ・カスパロフ、1963年4月13日イ、はアゼルバイジャンのバクー出身の元チェス選手。15年もの間チェスの世界チャンピオンのタイトルを保持し続けた人物。1948年にファイディによる選手権制度が始まってからでは最長記録である。現在は政治家、 ユダヤ人の父とアルメニア人の母との間に生まれ、幼児はガルリバインシュテインと言った。幼い頃の父の死に伴い母方に引き取られ、後に母の姓、カスパリアンをロシア風に改めたカパロフを名字として名乗るようになった。2005年3月にチェストオーナメントから引退し、現在はロシアで民主化運動を行っている政治家である。 現在は企業など相手に講演活動を行う、傍ら、ロシアの民主化運動に尽力しており、2007年9月には、野党連合組織、もう一つのロシアから、2008年、ロシア大統領選挙の候補に選ばれた。西欧では、チェスは、理知的なゲームの代表、人間の知性の極みとみなされており、チェス人口が多いので、カスパロフは、頭の良い人物の代表として、 しばしば言及される人物でもある。家族は妻のダーシャと息子のバディム。史上最年少の22歳で世界チャンピオンの座をダッシュしたことに始まり、15年もの間世界チャンピオンのタイトルを保持し続けたファイディ1985から19 1993、PCA1993 から2000。ファイディ世界ランキング最高位は1位。 1984年1月で通算255ヶ月の世界ランキング1位は史上最長である。ファイディ発表のレーティングの最高値は2851、1999年7月、2000年1月で、これはマグヌス・カールセンが2013年1月に更新するまで13年間にわたってファイディレーティングの最高値であった。 また22歳での王者も2013年現在、更新されていないカールセンが2013年に大記録に並んだ。カスパロフは1973年10歳の時にミハイル・ボトビニクが主催するチェスの学校に入り、チェスプレイヤーとしての英才教育を受けた。カスパロフから見て、恩師、校長にあたるボトビニクは、ソ連出身のチェス世界チャンピオンの第一号で、 複数回のチャンピオンになった経歴だけでなく、工学者でもあったため、プロの世界を離れた後は更新の指導や、コンピュータチェスに専念していたのである。このチェスの学校は1980年代後半には、ボトビニクとカスパロフが共同で運営する学校になった。ボトビニクのチェス学校は、カスパロフ以外にも、アナトリー・カルポフや、ウラジーミル・クラムニクなどの世界チャンピオンが、 排出すことになった。1978年には、ソコルスキー記念トーナメントで1位となり、グランドマスターとなった。1980年には、世界ジュニアチェス選手権で優勝し、第19回ジュニア世界チャンピオンとなるなど、10代からすでに将来有望な若手として有名であった。1984年には21歳で初めてチェス、世界選手権に出場。 初出場にして勝ち進み、10年ほど世界チャンピオンのタイトルを保持するアナトリー・カルポフに挑戦することになった。この試合は、モチェス氏に残るものであり、その激闘ぶりと異例の展開はしばしばチェス界では語られている。記録としては48局で5勝3敗40、引き分けのまま、当時の世界チェス連盟会長カンポマネスの判断により中止とされ、無勝負となったのであり、 その経過は次のようなものである。もともと、6局戦勝、局数無制限という条件での試合であった。最初はカルポフが4局連勝した。そこでカスパロフは反省し、戦略を改めた。同時に、相手のチャンピオンのカルポフにも様々な思惑が生まれており、プレイの仕方に変化が生じた。その次は、驚くことに17局連続で引き分けとなった。 第27局で、カスパロフが落とし5から0、22引き分けとなった。やがて試合は3ヶ月目に突入した。若きカスパロフは、第32局で、初勝利試行成に転じた。その後5週間にわたり、引き分けが続いたが、カスパロフ側の方が攻め調子であった。世界中のチェスファンはこの試合に、終わりがあるのかと疑問を感じ始めていた。 大会運営側はさすがに、プレイヤーに休息が必要だと判断し、試合中でありながら、ゲームが数日間休みになった。これは、異例の決定であった。休み明けの第48局にカスパロフは勝利し5から3と迫り、明らかに勢いは、カスパロフ側にあった。この時国際チェス連盟、ファイディのフロレンシオカンポマネス会長に対て、ソ連スポーツ省から圧力がかかり、 1985年2月15日、同会長は記者会見を開き、対戦を中止すると発表した。試合は5ヶ月に及んでいたにもかかわらず、結局勝者がないままに終わりを迎えたのである。6ヶ月後に再戦と決められた。1985年の再戦では、第一局からカスパロフが勝利。カスパロフは、アナトリー・カルポフを破り、 当時の史上最年少世界チャンピオンとなった。その後15年間チャンピオンのタイトルを守り続けたので、ある。カスパロフは史上最強の人間チェスプレイヤー、いわば人類の代表として選ばれ、IBM が開発したチェス専用コンピュータディープブルーと対戦した人物の代表としても知られている。1989年にはディープブルーの前身で、 カーネギーメロン大学が開発したディープソートに2勝していた。1996年に対戦した際はカスパラオフが3勝1敗に引き分けで勝利した。人類の頭脳は最強のコンピュータに勝利したと報道された。翌1997年にも対戦が行われた。結果は1勝2敗3引き分け。僅差であったがコンピュータが 世界王者のカスパロフに勝利したと報道された。カスパロフは再戦を望んだが、IBM 側はプロジェクトを終了させてしまい、結局再戦は行われることはなかった。1996年と1997年を通しての戦績はほぼ合格であり、どちらが強いのか、はっきりと判断できるものではなかった。だが、コンピュータがチェスの世界王者に勝利したとニュースは、 流れ、大きな話題となった。そもそも、カスパロフの師匠にあたる、チェス世界チャンピオンにして、工学者のミハイル・ボトビニクが、コンピュータチェスの推進者である。カスパロフ自身もコンピュータチェスの黎明期から、局面分析にデータベースを利用していた。2003年に行われた、ディープジュニアとのマッチは1勝1敗4、引き分け、とのマッチでは1勝1敗2引き分けと、 現役中はその時最強のチェスソフトとの公開対局を続けていた。カスパロフは人間とコンピュータがペアを組み、そのペア同士が対局するアドバンストチェスという変則チェスも考案した。上記のごとくもともとコンピュータと縁があり、現役中は当たり者がスポンサーについたこともある。さらに近年ではウォークラフトをプレイしていると著書で明かしている。 偶然だが自分の弟子であるウラジーミルクラムニクに勝利したディープフリッツの開発会社の立ち上げにも関わっていた。2014年11月26日、ドワンゴはニコニコ動画でカスパロフが将棋電王戦ファイナルの振り駒を行うと発表した。カスパロフは電王戦の企画が初来日となった。振り駒の結果、5番勝負で人間、 斉藤慎太郎五段が第一局の先手に決まった。また、11月28日に、将棋の羽生義晴騎士、四冠とチェス対局を行う、ことも発表された。先手、後手を入れ替える二番勝負で、結果はカスパラオフが二連勝した。ダイナミックな展開を好み、終盤については、序盤や中盤ほど得意ではないと、自らを分析している。また攻撃的ではあるが、 セコンドと競技するだけでなく、データベースソフトで相手の気風をチェックするなど、準備に余念がなかった。体調面に関しても、運動選手のように食事管理なども受けるなど、当時としては、先進的なトレーニング方法を実行ていた。カスパロフは1984年からソ連共産党党員でもあり、1987年にコムソモールの中央委員に選ばれたが、 1990年に党を抜けた。ジス選手引退後は政治活動の世界に身を投じ、ロシアの民主化を推進する政治家として活躍。ハンプーチン陣営の政治家として活動している。2004年1月に2008年委員会自由選択を共同で設立し、その委員会の議長になった。この委員会は自由主義のメディアの人々によるもので、 政治家によるものではなく、2008年に公正な大統領選挙を実現することを目的としていた。2004年12月に全ロシア市民会議が発足し、カスパロフはその共同議長に選ばれた。プーチンに対抗するための団結の基盤として構想されたこの市民会議は期待通りにはいかなかったとカスパロフは語る。勢力は以前からの内戦意識を捨てきれず、 かつての敵と手を組むことができず、溝が埋まらなかったという。振り返ってみれば2004年、クレムジンの圧政に対抗していた勢力は、悲惨な状況にあったという。このゲーム、政治では、対戦相手がルールを頻繁に、自分の有利になるように勝手に変更するという。そのような予測不能で、不公平な戦いでも、優れた戦略があれば努力次第で、 望みは出てくるはずと考え戦略を練ったという。そうこうしているうちに二つのことが明らかになったという。一つはプーチンの弾圧に反対する組織は存続を許されないことだという。二つ目はプーチン政権に対抗する勢力の連合を築く必要性だったという。プーチンに反対する運動は小さなグループが乱立状態で統一的ではなかったという。 共通の目的を見つける必要があり、共通点は民主主義こそがロシア人を救う唯一の手段という認識だという。もし公正な選挙で大統領を選ぶことができることができるならば警察国家へ逆行させるようなプーチンの試みは却下されるだろうとカスパロフは著書で述べた。2005年3月チェスのプロの世界から引退し、 政治の最前線で活動できるようになった。この段階で最大の障壁は、政府の許可がなければ、テレビという媒体が利用できないことだったという。そこで新たに設立されたのが、という組織であるとカスパロフは言う。統一市民戦線の旗を掲げてカスパロフは、東は、ウラジオストクから、西はカリーニングラードまでロシアを旅し、統一市民戦線のメッセージを広め、なぜロシアでは、 地方が貧しく、中央のエリートが裕福なのかを演説して回ったという。次のように語ることが大切だったという。まだ手遅れではないから、団結して市民としての権利と民主主義のために戦おう。それらだけが低下した生活水準を向上させるのだからと。2006年夏には、サンクトペテルブルクでサミットが開かれ、 自由主義世界の指導者やメディアがロシアに集結することになっていたので民主化を求める人々にとっては団結し世界に向けてメッセージを発信する絶好の機会であった。そこでカスパロフラはモスクワにおいてある国際会議を組織することにした。そして国際的なメディア及びクレムジンのすぐそばで民主主義を強く唱えることを恐れない講演者も世界中から招待したという。 全ロシア市民会議の共同議長たちとカスパロフは数え切れないほどの招待状を書き指示を呼びかけたという。多くの著名人が指示を表明してくれたという。だが G8 各国の政権の反応はなかったという。カスパロフらはこの国際会議をもう一つのロシア会議と名付けプーチンが見せようとしている安定した民主主義国ロシアというのはうつつのものではなく 偽物だと世界に訴えたという。2006年にはロシアでは政治の混乱が続き、ジャーナリストのアンナポリトコフスカヤが、プーチンの誕生日に射殺され、クレムリンを批判していたアレクサンドル・リトビネンコが、間もなく、放射性物質で毒殺されるという事件が起きた。これに伴い、独裁政治に反対する運動の中でのカスパロフの役割も注目を集めた。 このような状況で自分の新たかつ重要な政治上の課題は反プウーチン勢力に活気を与える戦略を開発することだったという。この政治的状況はチスの試合に例えれば自分の陣営がどの手順においてもチェックメイト、罪の危機に瀕しているのを目の当たりにしているようなものだという。カスパロフがこの活動において大きな進歩を遂げたと感じ始めたのは ことあるごとに、プーチン政権から嫌がらせを受けるようになってからだという。相手がこちらを無視できない存在だと認めたことになるためである。独裁政権が嫌がらせをするということは民主化運動の成功の一つの尺度ともなり得る。その意味で、2006年12月16日に行われた、モスクワでのデモ行進の数日前に、統一市民戦線の事務局が、 治安部隊に襲撃されたことは誇りにしていいと述べた。2007年4月には、モスクワの反政府デモに参加して、当局に逮捕された。これは全世界で報道された。2007年9月には、カスパロフは2008年のロシア大統領選の候補者に選ばれた。ウォールストリートジャーナル誌で、世界情勢に関するコラムを寄稿している。 将棋世界の1999年8月号の企画で将棋を指したこともあり、一部の写真が公開されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。